たくさんのチームなら分かるから解説しよう。解説解説どうぞどうぞ。死ね、あ、煽りとも言う。死ね死ねとは言ってねえよ。アイドルタスクマスターが起き上がる前に熱でみたいなのが、あのね、出現時ね、着地させながらタックってくるから気をつけないと。ネタバレ禁止ってやった。さっきみたいな感じ、大君の方のタスクはすげえ丁寧だから。でね、たくさんで大体丁寧なのにね。あと、この組み合わせ多分やばいわ。あ、見せた。見せたけど。大体丁寧なのにタスク超厨房とかそういうことみたいな。まあ、そんな感じ。おかしいよ。あ、やった。7万5000削れる弓矢です。生コンテで避けれるけど。確定はない。さあ、この組み合わせ、俺が諦めました。前に置きに、この組み合わせは、やばい。赤いやつ。打ち合いで勝てないのと、追っつけないんです、タック。足遅いから。いやん、当たらん。あ、うまい。九十万落とせる。でも B2 だ。あ、やった。B2、B2。10。ああ、10。TA でもよかったよ俺。全部下がりますね。パスしない？なんかバスターして落とせるでしょ。あ、落とせばよかったよ。だって最後タスク一人なんだから。さあ、今のは狙った投げなのか、タックルこすったのか、どっちだ。いいよ、はいはい。どうキャラ。やってろ。スイングの時点でガキアパッターが正解。もうフォローすることがないから。お、どうしよう。前はね、スイングにね、パッターされると本当に何もなかったけど、まあ今は、ね、上なのかな。重たい相手だとね、微妙だけど。ジャンエスとか全部今回のジャンエスに負けるから。ジャンエスじゃない、ジャンシーか。シャッツではすごいタックに取り付いてる。完全やりたい放題。完全やりたい放題。弱すぎる気がする。やばいだろこれみたいな。みんな苦手なんじゃないか。みんな苦手だよ。アントマン押してないから、ああいうのが出るんだろ。3ついいじゃねえか。3つで。そうだね。盾が、あっという間に壊れるんです。そうだ、お前やってんね。今のラッピーは拾えたんじゃないか、ここは。なんで今の空投げとか、頑張るしかなかった。もぐれ。今のパック出してもいいと思う。潜り込んで、これは落としたい。マニスラ人形。あ、だって若干ダークコンボだけど大丈夫。ああ、そこも下がれない。大丈夫じゃねえよ。大丈夫。ああ、出してた。危ないですね。ラスクのレギオはガードさせて密着からでマイナス20になって、
妙な距離だと、あー、もう、あ、投げ込んができません、投げ込んができません、この人80万でしょ、あ、余裕で死ぬ余裕で死ぬ、はい、はい、はい、なんだよ、はい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 、はこうやってやってます。どれを通ってまして苦労した。完全に違う。まあ、風で頑張る。無理無理無理。あと崩壊のスラは結構ガーキャンパスターするポイント。フォローがあんまないんで。あ、あ、あ、たくさんなんで。たくさんなんで。惜しい、惜しかった、でもよかった、今のバス砂場暴れはいいね、もう暴れ投げ怖いんで、フリーにしてるんですけど、かなり正解だと思う、一応これさ、フリーが少ないっぽい、フリーが少ない、崩壊がちょっとあるから、崩壊かけなかったね、たくさん持ってる、どうだ砂場とかは考えたことない、あ、見た、違う、これはね、崩壊の弓を避けて、そのタスクの弓ごと飛び越えたときにタスクを呼んで、で、本体で崩壊が弓打ってたら、リターン取れるように。あ、ねえ、だめろ。あ、すごい。すごい言われる。そうなんだ。あ、そうなんだ。発売前試遊会で。これこれ。全然体が流しい。これこれ。はい、はい。無理した。では、ソードマスターが5点で、タックルが9点で、こんなに減らないという実は。あ、これ。ダンスとか、なんとか乗り込んで。まあ、いや。はい、確認できない。確認できない。A、B で確認できない。今の狙った、狙ったタックル。今、少ない距離だなと思ったそうです。バカ野郎、バカ野郎。削る、リレードができる、こちら組みたくないね、これは大体裏、ただあれ固めてる分だけからやるのはいいんだけど、いきなりやるとクラゲがっていう、ダブルでいける、いや、なんかこれでいい、まあ確かに問題ない、これでいいよ、さあファクター、お互いファクター、いや片方あるのか、バッケロ、これはファクターが頑張っ、うん、無理削られちゃうからな、すごいね、ソークアイのスラは結構バーキャンしちゃっていい、トリック入れ込んでることが多いと相手のスナが弱いんで、最初前に出る、パンパンパンもちろん、もちろん、簡単なコンボで A やないです、ボボ足はね、ボボ足はどうかバリアー足だったら残すことある、ボボ足何だろう、そこはスラでしょ、バックさん、さあこれは削られていってちょっと G品な展開になってきた、走れないキャラはオーバーよ、バッケロ、バッケロ、あそこされたの確認して、パスタをする、ブリッジちょっと打ち負けた、誰が今のバッケ取れた、何だっけ、あそこ打つんだったらギムレットじゃなくてキストファイアにしないと、なるほど、適当です、いいねこの全部の崩し方、たまんないな、入れてるふりしてよ、打ち合った、あ、前入れたら打ち合った、あ、もう一回ダメなのか、あと2回、あと2回、戻
もう一回よろしく。裏になれ。裏になれ。裏になれ。完全にクソプレイ。完全にクソプレイ。真面目にやる気かけらもねえ。あれ実はある程度距離があると安全中に打ったり打つと勝てそう。結構あるからめっちゃ側をやっていいってわけではないんだけど。バカ野郎。やばい、これでようやく楽しいゲームだ。うわっ生放送かい。何投げていく。あれそして投げ後ろはさ、明らかにタックルを振り上がったこの野郎。あ、やばい。今日は2年前のそういえば2月だったから。寝取らしでもいいやめろやめろやめろ。おれ向かえろ。おれ全然話が90本無駄にした。とりあえずバリア出してさ、相手の正面からのシューティングが防ぎながらブラスター打ってくるのが大事なんだけど、これ1回壊れるんですよ。あくまで先方戦の話なんで、ね、タックのアシストと本体の弓が来るんで1回で壊れるんですよ。バリア壊れないでしょ。壊れる確か。でもさっきから何回かやってて壊れてる。ああ、そうなんだ。楽しいやつなんで、これが壊れる。強化マリアとかだと分かんないから、まあ、相手に調子こいシューティングされないように、まあ、サイレントブラスターでこう潰していかないと。これはキラーイルミネーション。あれあれなんで出ないんだ。なんで出ないんだよ。空中にいたのかもしれない。タノキックは追いかけです。あー、また入れてた。終わった方がいいよ。さあ、たくさんがコンボを負けた。じゃあね、ネット対戦と比べてさ、リアル対戦さ、何がさ違うかなと思うと、投げの頻度が増えるね。増える。ネット対こつられるのが嫌で、投げに行かなくなっちゃう。そうそう。だってネット対だとみんな本当にもう気が違ってるよ、こってるから。気が違ってる。やばい、もう、おい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 、チョプテンチョプテンチョプテン。やばい、もうない。やばい、もうない。S を押してからファストを押そうとしてるじゃない。違うだろ。押したらやばい、もうない。もうない。なんでおめえエイムバスターを撃たれんだよ。よっしゃ、あー終わり。あとまあ、なぜかボッシャが。あ、そういえば、もうない。なんだ、ランマ様と、あのオーストラリアのアントマンが、はい、なんだ、もうない。